えっと、長野県上田市にあります、あ長野大学の和田と申します、えー。このようなタイトルで発表いたします。えー、っと、えー、っと、まあ、全国すべての大学がそうであるように、今年度前期は通常の教室授業ができなくなって、で、まあ、これも多くの大学そうですけれども、こ,この3つの、えー、オンラインリアルタイム、オンデマンドのビデオ教,教材、それから、 あ文書資料の中から教員が選べとということになりましてで私は、私の授業ではオンラインリアルタイム授業、プラスその録画を後で視聴化にするということを選びました。で、何を教えてるかといいますと、アルゴリズムとデータ構造という情報分野の技術業なんですけれども、私以前も随分前から教室授業で、えー、コンピュータサイエンスアンプラグドを多用しています、えー。コンピュータサイエンスアンプラグドというのは、 コンピューティング科学,科学、コンピュータの科学を、コンピューターを使わないで、対面ゲームや紙の上のパズルで学ぶ手法を集めた、の集まりです。これ、各国で授業やイベントでももうすでに多用されてます。この本にまとめられてます。これもともと英語ですけど、これはその日本語訳です。今、あの、着ているシャツもかつて、それの二次元パリティというのを教えたイベントの時のものをいっぱい出して着てきましたけれども。 でっとっと、例えば、あ、例えばどういうものかというと、例えばみかんゲームというのがあるんですけど、これはネットワークのパケットのルーティングやデッドロックを学ぶ。で、それで、えー、目的なんですけれども、5, 人5、6、7人ぐらいの、えー、人が輪になって、で、両手に果物を持つ。で、自分の果物っていうのは2つあるんですけど、最初はそれを持たない。バラバラに持つと。そうなんだけど、1人だけ片手が空いていて、そこに隣の子供があ果物を渡す。 そうすると、その手が空きますから、また隣が渡す。隣以外から渡しちゃいけないよと。これを繰り返して、えー、全員が自分の色の果物を持ったら上がりと。そうすると、まあ、ま、えー、デッドロックに似たようなものが起こることがあって、まあ、そういうものを、えーえー、学ぶための、まあ、ゲームとか、紙の上のパズルとかいうのを集めたものです。はい。で、お別れのように、もともとこれ対面でやることを想定したものです。 で、私の授業でもずっとそうやってたんですけれども、今年はそれができないということで。で、オンラインででもできるだけやろうということで、試みました。で、結果としてなんですけど、3つの方法を使いました。えー、まず紙教材、紙のものはあ、それをオンラインで配布して、それからカメラの下で版書をするという、まあ、これご、ごくオーソドックスな方法です。2つ目が、ちょうど、あの、いいサイトが、 あ,ありました。以前から使ってたんですけれども、それをさらに活用するというものです。三つ目が、えー、ミートです。まあ、大学としてミート推奨してたんで、あの、Google ミートでやったんですけど、それでブレイクアウトセッションに相当するものを手動で作ってやるという、この三つの方法を使いました。一つ一つ、えー、ご紹介します。まず、紙教材ですけれども、 左側は二進法を学ぶもの。これ一つ一つ切り離して、表にしたり裏にして、二進法を勉強します。右は文字コードの概念を学びます。教室授業の時はもう切り離して、用意して与えてたんですけれども、今年はこれファイルで配って、あの、で、プリンターがある人,人はプリントしなさい、えー。ない人は大変だけれども、あの、用紙に自分で手書きで同じようなものを書いて切って使いなさいというふうにやりました。 えー、それから版書。まあ、私はあんまりスライドを用意しませんで、教室授業の時から版書ばっかりやってたんですけれども、今年はドキュメントカメラの下に紙を出して、それを喋りながら書くということで、これ授業終わった後の、えー、ものです。L、左 LZ 符号化、右が、えー、と表,表探索の題材、戦艦ゲームと言いますけど、それのものです。で、もちろん、えー、紙を書いてたばかりじゃなくて、実演、 えー、教室授業でもやってたんですけれども、上はトランプを持ち出して、あの、整列、バラバラの順番のものを、えー、小順あるいは黄金順に並べるためのアルゴリズムの実演。下はハノイの塔、ハノイの塔というパズルを解くアルゴリズムをなぞっていって、こういうふうになってるんだよと。再起という概念を解説するんですけど、それを実物のハノイの塔を持ち出して解説する。なんてこともやりました。で、じゃあ、 それはいいけど、さっき、先ほどご紹介したミカンゲームはということで、これが二つ目の方法なんですが、あたかも今日あるを、ある、その、予測したかのごとくのサイトがあります。えー、海の近くの情報教室というタイトルで、真鍋広木先生。えっ、ー、と、現在は神奈川県の高校の先生ですけど、この方がずっと以前に作っておられました。もちろん、あの、今日あるを予測してたわけではなくて、お聞きしていたるところでは、 あこの先生は、あの、一時期、あの、新章者あ、障害のある方、両手に果物を持てと言っても、あの、両手に持てないような状況の方でもやれるようにということで、先ほどのみかんゲームに、あのこういうふうに、あの、オンラインサイトに実現して、で、あの、果物を映、えー、すと映せる。流類反の映し方をすると映せない。なんていうのとか、右側は、えっ、ー、と、ランネングス不合化、えー、を、 学ぶものですけれども、こういうのを実現された。これをあの私、えーと、教室授業の時から、去年度までも、えー、使ってましたけれども、えー、今年度はさらに、えー、活用したということで,、えーですえー、これがかなりすごいものであった、えー、ということです。3つはブレイクアウトセッション。これがあの戦艦という、えっ、ー、と、氷探索、たくさんデータがーある中から、 あ特定のものを探すという時の手法をいくつか学ぶものですけれども、もともとは、これあのー、以前の教室授業の時の写真です。二、えー、人で髪を持ってお互い声喋りながらあーあの、ゲームをしてます、はい。で、これをブレイクアウトセッションといってもミートなんで、ミートなので、あのー、手動で、 えー、たくさんのセッションを作りまして、といっても学生少ないんで、十数人なんで、えっ、ー、と、4個、5個、6個ですけれども、それだけセッションを作って、2人ずつ指名して、えー、2人、1セッション2人入らせてやりました。で、その時の録音が、えー、ありますので、ちょっと聞いてください。じゃあ、あの、えー、ご担当の事務局の方を、音声ファイルを再生お願いします。<laughs> これはあのセットを重ねてますんでうるさく聞こえますけどやってる学生にはお互い対戦相手の声しか聞,聞こえませんで私は全部聞いていてもうすぐ出てきますけどあ補足説明もしてますけど一方が一方が当てられたらもう一方の人だけがまああの,あの何回で、ね、攻撃するってほうがあっ <laughs> と、いうような調子で、えー、実は始める前はもっと混乱するかなと思ってたんですが、と,とにかくやってみよう、チャレンジしてみようと思ったら、思いのほかうまくいきました。はい、対面とそれほど違わないよ程度の、まあこんあ、それほど混乱なくできました。はい、で話変わりまして、試験です。 えー、ずっとあのー、ペーパーテストでやってきました、去年度まで。で、資料は持ち込みかと。で、当たり前ですけれども、オンラインでペーパーテストをそのままやると大変問題がある。つまり、不正行為が行われていないってことを確認するのが非常に困難であるということで。で、どこも躊躇しておられるわけですけれども。で、不正行為にはいろいろありますけど、まず資料等を不正を見るのは持ち込みの試験ですから問題ならない。 で、次に今よくあるのがいわゆる盗み見ですね。他の受験生の回答を見るとか、あるいは受験生同士でその場で相談するとか、教室受験の場合ですね。で、オンラインだとやり放題になってしまうのでやろうと思えば。これをなんとか、まあある程度でも防ごうと思って一つの工夫をしました。というのは、試験問題を学生ごとに異なるようにしました。それはどうやったかと言いますと、 えっと、先ほどの戦艦のところで、やったんですけど、発手法、発手表というのがあります。そういう、あの、表探索の手法があります。えー、それを学びました。で、ど、どの道それの出題をするということになるんで、じゃあ、まずそれの問題を出そう。で、それぞれの学籍番号、長野台の学籍番号、こういうふうになってるんですけど、下4桁から、ハッ発ュ値を求めようという問題。これ、やることは簡単で、9, 9、1、2、3だったら、9たす、1たす、2たす、3。 で、15ですから、10は捨てて5。5を答えれば正解なんですけど、まあ、こうだということが分かっているかということなんですけど、これが問題であると同時に、この5を自分の数と呼んだんですけど、自分の数と呼んで、この問題、これ以降の問題に利用しました。ただ、それだけだと、あの、この問題解けないと全部答えられなくなっちゃいますので、その場合はもう学籍番号下1桁でいいから書けということで、2問目以降は、 あの、答える、答えられるようにしました。はいえー、で、いくつかあるんですけれども、例えばこん、一、えー、つはこんな問題。これ、あの、えっ、ー、と、三つの数の中から最小のものを選び出すアルゴリズムの一種ですけれども。で、A、B というところは強制的に与えてしまう。その自分の数が、あえっ、ー、と、例えば自分の数、先ほどので0になったら A 欄はあなたは X ですよ。 あなたにとっては A 欄は X ですよ。えっ、ー、と、B 欄は0はここだから Y ですよ。というような問題にします。当然人によって先ほどのハッシュ値、自分の数が違いますから問題が変わってくるわけです。全員ではないですけれども。当然答えも全部、あの、必ず正解はありますけれども、でも何が正解かが一言に違う。よって単純に相談して、およ、あそこの答えは何だあれだでは、 えー正、正解を不正に求めることはできないという。まあ一つの工夫を行いました。はい、ということで、えっ、ー、と、事業内容と試験を、あまあ、カイツマでご紹介しましたけれども、アンケート、これ途中までのアンケートなんですけれども、まあ、えー、アンプラグド、一つアンプラグドじゃないのも混ざってますけれども、まあ5が最高、1が最低という、まあ大雑把なアンケートを取りました。人数がこの程度しかいない、10人ちょっとなんですけれども、まあ、おおよそ、そう、 そうかじゃないあの去年まで、ののの教室授業でででアンケートももおよそこんなものでした、えーなえーはい、であと自由記述も取ったんですけれども、これもオンラインでどうこうというのはあんまりなくて分かりましたとか、ちょっと欠席しちゃって分かんなくなりましたとか、およそ教室事業の時と同様の回答が得られ,得られました。はい、で、えー、今日はあのダイジェストしか喋れないんですけど、より詳しくは今度こういうシンポジウムがあって、そこで発表。あの、まだ、 申し込みしてて、査読中なんで、発表が認められればですけど、ここで、より詳しく発表するつもりです。